顔が3センチ大きくなるって知ってましたか？はい、こんにちは、渡辺です。美咲です。 あの、なんかさっき言ってたんで、美咲の部屋やな、今日は。美咲の部屋なんですけど、はい、すごく意味深なこと最初言ってたやん、はい、あれどういうこと？なんか3センチ伸びるってどういうこと？あ、そうなんですよ、うんうん、その顔の大きさが大きくなるっていう原因が、うん、顔のたるみなんです。年を重ねていくとってこと？そうです。あ、なるほどなるほどね。そのたるみの原因が、うん、体の歪みなんですね。はいはいはい。結構普段こう頬杖つくことってこうあるじゃないですか。多いね、結構俺やってるね、こう、はいはいはい、無意識に足を組むとか、うん、どっちかをこう向いて寝る、うん、っていうこの普段の生活が体の歪み、たるみになっていくんですね。なるほどなるほどね、はい、まあ、それの積み重ねで伸びていく、垂れていく、垂れていく。ああ、なるほどなるほど。顔が大きくなるって言われているので、うん、この頬杖をしているこの時間をマッサージに当てていってほしいなと思って、今日は紹介していきたいと思います。一回ちょっと騙されたと思ってやってみてください。まずこのフェイスラインの部分ですね、ここが結構たるんでくると一番わかりやすいと思うので、ここからほぐしていきます。まず肘をつくときにこうじゃなくて手をこうですね、猫の手でいきます。で、噛んだときに少し骨が動くこの咀嚼筋という部分をほぐしていくんですけど、耳の付け根あたりに手を置いて前後ろにグリグリやっていきます。この時摩擦が起きないように筋肉を意識しながらほぐしてください。顔をちょっとうなずくようにほぐしていきます。ちょっと痛気持ちいいくらいがちょうどよくて、時間はだいたい前後に10回ずつくらい動かしていくといいです。ちょっと前にずらしてこの辺ですね、ここもほぐしていきます。前にうなずきながら、ちょっと一人で多分テーブルでカフェとかでやってたら変な人に見られるかもなんですけど、結構私もよくやってますここをほぐすとこのフェイスラインがグッと上がってくれます。一回やったくらいでも結構ほんのりだけどわかるので、ちょっと一回自分でもやってみた時に鏡で見ながら左右でやってみてもいいですし、一回やってちょっとビフォーアフターで確認してもいいと思います。私みたいにちょっとエラハリさんはここ結構しっかりやると上がりますよ。で、次ですね、このたるみに効くツボって言われるんですけど、この目の周りをほぐしていきます。ほぐす時は指を折り曲げて人差し指でこのここの第二関節ですね、ここを目に当てていきます。まず目頭のここのクマの部分ですね、ここをグッと押します。ここはクマの血行を良くするとも言われているので、まあ、10秒くらいここは動かしません。押します。黒目の下あたりですね、ここに骨があると思うんですけど、ここも押します。ここは頬の筋肉を刺激するのでリフトアップ効果になります。次、目尻の骨の部分ですね、ここは目のたるみ、目がこう下がってくるのを抑えてくれます。ここの3点はあまり動かさないで押すだけでちょっと痛気持ちいいくらいにします。これをだいたい3往復くらいやってあげるといい感じです。ここが上がってくれるので結構リフトアップ効果ですね。目の位置もちょっとこう上がるのでやってみてください。次はおでこなんですけど、わかりやすくダッカールで止めておきます。おでこは皮膚が下がってくるとシワができたり、こう眉毛がこう下がってきてこの目にたるんできてしまうので眼瞼下垂になりやすいと言われてます。なのでこの眉の部分から上にジグザグにほぐしていきます。
ここの筋肉を意識して、グーの手で眉の真ん中くらいの骨の部分から上に上げるようにほぐしていきます。この時に一気にこう行くと、まあ、メイクも崩れるっていうのもあるんですけど、摩擦の原因にもなるので、一箇所ずつ少しずつ上に持ち上げていくような感じでほぐしていきます。ここが結構凝ってる人はゴリゴリゴリっていう感じの感覚があると思うので、これをほぐすような感じでやってあげると上がってくれます。これをやると結構すっきりするので、朝にやるのもとてもおすすめです。はい、ということで、はい、結構ね、でも勉強になったと思います、はい、僕はですね、うん、なんかやっぱりそうですよね、たるみ、僕ももう、はい、ええ年になるんでね、やっぱこうおでこのシワがすごく気になるんですけど言うても相談してるんですけどね、はい、まあ、ちょっとそれのね解消方法みたいな、ね、はい、感じやんな。そうです。じゃあ朝最初に言ってた、まあ、朝1回やるとちょっと目が押さえてくるというか、こう顔が上がるんで元気な感じになる、まあ、朝やるとして、あとはまあ日中1回とか。そうですね、もうなんかこう頬杖つくタイミングで、あっいう感じでやっとくからな気づいたら、でこうあっっていう感じで、まあやるのもね、一息ついた時にやるのも一つの手かな。あとお風呂とかでやってもいいよな、湯船の浴槽のほど入りながらこうやってやるのも、ね、血行も良くなるし、ありやんな。はい、いいと思います。 なのでね、やっぱそれをやり続けることが大事だし、じゃあ聞いたことあるけど、あんまりこうほぐしすぎてもね、この筋肉って良くなかったりするよな。そうですね、なんで、だいたい10回とか言ってたけど、うん、まあ何分もやらん方がいいと思います。そうです。1分やったら十分。30秒ぐらい、1個。1個、そうですね。1分はちょっと長いかもしれないです。だからまあ30秒ぐらい。ここ30秒。まあここ30秒。ここ30秒。気持ちはわかるんだけどね。うん。やったらめっちゃ上がるってなるけど、逆に、なんかもう聞いたことあるけど、逆に、なんか逆効果で下がってくるっていうね、やりすぎると。そうです。っていうふうに言われたこともあるので、はい、程よく。程よくね。はい。はい、皆さんぜひね、3センチ伸びる前に、一生に、一緒に3センチ伸びるところでな。そうなんです。だからやっといた方がいいかなと思うので、もちろんね、顔だけじゃなく体とかもね、はい、まあ、姿勢も正して。そうですね、常にやっぱ筋肉とか入れとかないとダメってことだもんね。姿勢も正して、力もそうですけど、うん、歪みに対してちょっと意識して生活してみるといいのかなと思います。綺麗なプロポーション、プロポーションなるかもしれないのでよかったら皆さん参考にしてみてください。ぜひ。はい、この動画がよかったらいいねボタン、あとチャンネル登録だったり、コメントもよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。グーの咀嚼筋をそうです、こう前後、前後です、ね、横のね、こううなずいてみてください。結構ゴリゴリ顎がくれてるこれはちょっとなんか不自然な。あ、でもまあそうやな、気持ちくない、こういう感じ。そうです、ここと、うん、あとここ、これ、はい、こっと押すね、はい、押す感じ、この動かさない、押す目頭、あ、そうです、目の真ん中、ここ、目尻の3箇所で、おでこね、おでこは大事じゃなくて大事ですね、こ上に上げる、こう上にジグザグね、これちょっとメイク崩れないように、あ、メイクしてないんですけどメイクはしてないんですけど、まあメイク崩れないように、はい、なるほどね、はい、頑張ってください、はい